すぐ帰った方がいい感じ？うん。え？基本的に抱っこしてんの？テレビなんてつけてない？ダメ。지는 사람 만들래 제발 좀 나와봐 아, 내가 생각한 게 있는데 엄마 하루 내일 좀 쉬게 해줄까? 왜? 엄마 요새 힘드니까 나중에 내 모르니까 왜? 엄마가 같이 집안일하고 엄마 하루 동안 쉬게 해주자 알았지? 빠이 なんか怪しいな。何企んでんの？今日はなんとパパが来てるの。一日見てくれるということで、ママはネット予約でマッシュルパーマを予約したり、映画を見に行ったりするので、ゆっくりと。なんか企んでんのかな、怪しいけど急に。なじゅんがちょっと後追いがまだあるからね、大丈夫か心配だけど、そうそう、なので大丈夫だ、バイバイできる。まあ、じゃあ買ったおこ大丈夫かな、やねちょっと時間だ、時間変更するからか、ちょっと電話して。なんで？何時かもしちょっとなくなら。泣くけどさ、10分経てば忘れるよ。5分か10分経てばなんか忘れちゃう。いいよ、バイバイ。泣くよ、最初は絶対。バイバイ。じゃあ、バイバイバイして。泣くけどね。なんだか急に一人時間をもらえてしまったので、今日は夕方までゆっくりとして楽しみたいと思います。こうやって一人で気軽に歩くっていうだけでも気分転換になるので、かなりねありがたいです。今日はいつも通っているマッチングパーマ屋さんに行こう。
ご飯食べない。ご飯食べない。엄마가보고싶어요나준이네마마마마샤베떼응나준나준아엄마엄마엄마보고싶어너스카했다고이간지나준가했지대박どうしようか。今まつげが、まつげのパーマが終わったんですけど、ナジュンが泣いちゃうので帰ってこいということで帰ってます。やっぱ泣き合わせる努力をしてないんじゃないかなと思うんだけど、ちょっとの間だけでいつも私に渡してきてさ、はい、正直言うと本当にパパ、まあ、パパ見てた？見てたけど抱っこしてないよね。ただなんか座ってこうやってやってた。そんなんじゃ泣きやまないよ。私だっていつも抱っこしてんだよ。ずっとずっと抱っこしてるよね、ママね。こうやって基本的に抱っこしてんの。パパテープなんてつけてない。テープつけてない。ね、え、お前ってシュワシュラってだから寝てたんでしょ、どうせ。え、私はおっぱい的だって。ママはまだ家のことが待ってちょっと食べた。家のこと本当に合わないみたい。さあ、오늘은내가엄마를쉬게하고열심히나나랑좀해보려고했는데계속울어가지고全然ゆっくりできず、まあ仕方ないね。なんででも急に私を外に出そうとか一日くれよとか。사실은내가엄마를쉬게해주고싶었던것도있었는데사실은이거보고가아だから아そういうことね。아これで洗剤でパパが家事をやろうとしたわけ今日。これを使って。아맞아이게뭐냐면은유아마이세제와마이그럼씨는아니쓰이겠다어같이들어있는그그래하는건없구나모르겠는데나도뭐냄새가좋아아이이네きつい匂いじゃなくてふんわりした優しい匂い。赤ちゃん用みたいな부드러운냄새야だって最初のナジュンがまだ1ヶ月間だけは買って使ったんだけど、正直さそんなに一般用洗剤と変わんないのかなと思ってもう使わなくなっちゃった。우리도한번사용해보자고사용해보고뭐뭐가다른지違いがあるのか。でも片手で持てるのいいね。원래는세제가되게무거운데이게가벼워서좋은것같아。なんかおしゃれだしね。그러니까インテリアでも좋을것같아。確かにこうちょっと置いてても綺麗だよね。可愛い。ちょうどじゃ洗濯物あるから洗濯してみる。夏におっぱらじゅちゃん。やってみよう。Let's go! Let's go! ファン。こんにちは。こんにちは。おお。これをなっちゃんが入れる。どこに？こっちかな。ここ？うん。
の完成。ほんとこれおしゃれだね。うん、うん、なんかさ全然ほら違うよ、他のやつはタンクみたいな。これとかすっごい重いからさ、うん、片手で持つのが大変なんだよ。これあるだけで気分が違うね。샌드튀기겠습니다우리집에샌드아그렇죠아까남아있던롯응샌영원히있습니다우리어찌가연습을까나영원히있습니다나는과자를잘안먹거든요내가어떻게하냐면지금3일연속이렇게해가지고내가하나딱빼가지고이렇게내가한입만아이렇게넣어놨거든요여기를여기이렇게놨거든요한시간후에보면항상사라져있어야범인누구야범인누구야아소란다잔또떴다아소란다소란다나는이次から次へと開けるのはあなた아소란다나나끝났을거라서나끝났てない取ってあんの一口食べてさ아소란다1個しかいつも減ってないでさ俺置いとくからさいつもこれに入れてさ난나나가다먹은줄알았지違うよ알았죠なんかもう匂いが違うわ。あっ、うん、すっごい優しい匂いする。なんか全然違うね。やっぱり子供のさ肌に直接触れるものだから安全基準をちゃんとクリアして体にいい成分が入ってるでしょ。ああマジか。そういうのを使った方が子供にとってもいいよね。ラジュン、ラジュン、ラジュン、伸びてきてくれましたよ。どぼや。ホテル。ホテルの匂いなんか。なんでこんな匂いがこんな違うんだね。あごにかおてっそ。まあ今までねそんなにこう重要視してなかったけど、まあ子供の肌って大人の半分ぐらいのさ薄さしかなくて柔らかくて。刺激を受けやすいからやっぱり子供には子供の肌に合わせた子供用洗剤を使ってあげるのが一番いいのかなって思ったね今回。じゃあ今ね우리를협찬해주신유아마이세진이업체에대해서내가좀설명을해드리자면요만드신대표님이예비엄마제약회사출신이래제약회사출신이기때문에성분에대해서도좀신경을써가지고1년이상이렇게걸리게만들었고그래서아마다른뭐세제들보다분명히좋을것같고써보니까좋았고아今回はちょっと나는이번에좀미안하고삐삐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 삐나이까이본도내가진짜로휴가줄게일본갔다와아니더니유타요네뻥이야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 こだわりのある製品をね、子供にもこれから使っていこうかなと思います。まあ、여러분도유아마이세제꼭한번사용해보시고저희가그댓글에다가주소를남겨놓을테니까확인하시고영영상이좋으시면구독과좋아요꾹꾹눌러주세요